今回はですね、アメリカ版のプニプニの We Will Have Me で、ハルヤくんのデカプニを作ってみたいなと思います。We Will Have Me を選択すると、D ランクのこれがモノマネキンで、A ランクがこれモノマネキン A ですね。A ランクの方使おうかな。フレーム8つ選択できるんですけど、今回ジバニャンでいきましょう。はい、ハルヤくんの顔がこちらですね。こうやって見ると前髪長いですね。目が青色。どないしようかな。これぐらいの角度かな。どうしたらいいかな。あんまり上すぎると前髪がでかすぎるから、これぐらいかな。これで写真撮っときます。ほう、はい、できました。ハルヤくんのプニ、ケイスケの姉っていうか、ケイタの娘の夏目の中学校にハルヤくんやってきたんですよね。で、先生が、島の内巌流っていう先生で、洞穴っていう妖怪に変身するんで、夏目のクラスちょっとやばいことになってますけどね。洞穴はいるわ、主天童子はいるわって、やばい学校ですよね。おった。A ランクのハルヤくんセットして、で、デカプニ作るヤマタンと、ウンガエさん免許と、マイティドッグ M の、このパーティーで行きましょうか。サイズ目標は、何本ぐらいにしよう。サイズ目標100。100のデカプニ作れるかな。行きましょう。ミッチーとのバトルで。主天童子って本当に映画の一番最後に一瞬チラッと出ましたよね。なんかもう本当に一瞬だけだったから、あんまり記憶定かじゃないですけど。ピンを右に刺しといて、どうしよっかな。ハルヤくん以外のプニを消していったらいいんか。いろいろとね、ハルヤくん、アニメでネタバレじゃないけど能力を発揮しつつね、姫を探しているハルヤくんなんですけれども、でそういえば映画妖怪ウォッチ第4弾の DVD とブルーレイ7月4日に発売ですね。で、付録が初回生産特典が確か不動明王のキーホルダーじゃなかったっけ、アクリルキーホルダーじゃなかったっけ。 DVD 買って最後の四天童子が出てくるシーン見たいですけどね。で、映画妖怪ウォッチ第5弾の情報がまだ全然入ってきてないですよね。入ってくるとしたら、6月ぐらいかな。12月、今年の2018年12月に公開あるとしたら、6月ぐらいに発表あるかな。で、7月ぐらいに前売り券とかいう流れちゃうんかな。どうなんでしょうね。今回の、今年もし映画があるとしたら、どうなるんでしょうね。シャドウサイドが公開されるのか、ケイタとかの今までのメンツの映画になるのか、めちゃ気になりますね。両方っていうパターンもありえなくはないよね。前編ケイタ編、後編シャドウサイド編みたいな。すでに実写パターンとか、公開されたし、今までにないまたパターンが来る可能性も大あり。なんかもうアニメでシャドウサイド来るのも本当予想してなかったから、本当何が起こるかわからないですよね。去年の映画妖怪ウォッチ第4弾の時もさ、スナックワールドが妖怪ウォッチの映画始まる前にあったんですけど、今年も入ってくるんでしょうか。はい、準備整ったので行きたいと思います。まずヤマタンでしょ。で、雲外三面鏡。ハルヤくんのデカプニをつくのじゃ。そして三つ、マイティドッグ M か。デカプニ作る。これ繋いだらサイズ100はいくわな。すべて繋げるかどうかだよな。どうだろうな。ちょっとずつ繋いでいく。ちょっとずつ繋いでいく作戦でいくか。ハルヤくんちょびイケメンだよね。こうやって見ても。確かにエンマ大王もさ、人間の姿にたまになるけど、それもめっちゃイケメンだもんな。妖怪、イケメンの妖怪は人間になってもイケメンっていう。お、ちょっと見えてきた。これも一気に繋ぐしかないかな。サイズなんぼいく？一旦これで。まだいける。まだいけるよね。
肥大化するハルヤ。サイズ93、もっといける。バグりかけ。え、サイズ99。すごい画面が止まりながら。サイズ101、目標達成。ハルヤくんの頭の部分だけ片目だけ見えてる感じですね。ちょっと必殺技もチェキっとくか。正体はモノマネキン。えい。で、最後はぬらりしんで決めるか。あ、ピン刺すの忘れてた。ピン刺して。最後誰で決める？もしかしてあれなんかな？アニメの放送の続きが映画で公開されるとかそういうパターンあんのかな、わかんないけど。はい。ということで、今回は、はるやくんのデカップに作成でした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。